旅順駅の入り口旅順駅は中国大連市旅順部地区にある旅順支線の終着駅。1903年開業、信用鉄路局の管轄する二等駅で旅順軍港のすぐそばにあり、ロシア風の木造建築の駅である。以前は旅客列車は大連駅より一往復のみの運行があったが、2014年4月21日に廃止となった。 旅客の乗降設備は駅舎に隣接したホーム一面一線のみで他に海側に数本の留置線が存在する。駅構内末端部からは旅順軍港構,構内に入る線路が伸びているが、木回しの際はこの線路の一部を利用して行う。木回し線とのポイントのすぐ先が公道との交差になっていて道路を横切る形で一時停止して木回し線に戻るため、その際には 道路交通を阻害する状態となる。駅舎内は窓口2つと改札口1カ所で、改札口脇には荷物検査用の X 線照射器が備えられている。改札前にはベンチが数脚置かれて待合室を兼ねている。当駅近辺は旅順の旧市街地であり、多くの歴史的建造物が所在する。また、旅順駅より旅順軍港の不団へ引き込み線が伸びている。 旅順駅は2009年6月、外国人立ち入り制限区域ではなくなったが、旅順軍港に隣接することから近隣に多数の軍関連施設が所在するため、降車して付近を不要意に歩くことは難しいと思われる。ただし、かなり緩和され、駅前のホテルに宿泊するツアーもある。なお、二千六年に東駅から北西方向の渤海側に、張美猫駅から分岐する。 北海鉄道フェリー支専用の旅順に駅が設置された。第1回大電子重点保護建築のリスト61、アーカイブド2005年9月26日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、今尾圭介、原武史監修、日本鉄道旅行地図庁歴史編成満州、カラフト新庁舎、2009年。ありがとうございます。